知事会でのですね、緊急要望、骨太の方針の中で原子力災害モニタリング対策の強化を推進するということになっているんですけれども、現在の指針に基づいてですね、実測値によって避難の判断をするという場合、要素材の配布に問題が生じると、すなわち被爆してから要素材服用すべきというようなメッセージになってますし、それから被爆を前提にですね、避難指示を出すということになると、これ、住民理解を得るということが困難ということも予想されますので、ぜひですね、スピーディーと何らかの予測法を活用する仕組みを構築をしていただけないかと。スピーディーがの、前提ですね。要するにスピーディーで評価するのか、要するに風向きによって拡散を計算するだけですから、風向きが一定安定して、非常に気象条件が安定しているということと、それからスピーディーの場合は絶対値は評価できません。ソースタームは自己人には分かりませんので、そうするとスピーディーでの避難というのは基本的にやはりいろんな混乱のもとになります。被爆する避難する防災対策を取る必要がないなくても、そういったものを出すことによっていろいろ問題が起きますので、その辺もよく考えています。要素材配布のことで UPZ 内のやり方ですけれども、これはですね、実測値で配布服用を決めるということではないですね。私は少なくともそういう判断はするつもりはありません。プラントの状況を踏まえて、服用とかそういうことをしていただくと。で、配布の仕方についてはですね、その40万人くらいの方に数時間で配るのは不可能だということを多分おっしゃる通りだと思うんです。そういった場合にはどういうやり方が一番適切なのかは、ぜひ知事の方でもよくご検討いただいて、最も適切な方法でやっていただくのが一番いいと思います。とりあえずは別に指針にないからって、指針はそこまで縛っておりませんので、基本的な考え方を指針として示しているだけですので、地域の実情によって非常にいろいろあると思うんです。非常に山間部とかそういうところもいっぱいありますので、そういうところについてはきちっと配布しておく、置いていただく方がいいかもしれないんで、そこは我々全国各地の地域の状況分かりませんので、ぜひ知事首長さんにはその辺は柔軟に取り組んでいただいた方がいいと思います。この国の行政の仕組みはですね、国が定めた指針にないと予算が取れないっていう構造があるんです。配るにもただで配れないわけですし、定期的に更新をしていかないといけないと。3年に1回ずつ更新をするプログラムを書かないといけない。配るための労力のための予算を取らないといけない。指針に書いていないことを各県が独自にやるんであれば、自分で予算措置をしなさいということになってしまうんで、選択肢としてぜひこれ書いていただかないと対応ができないという行政の仕組みというのは、これはぜひご理解いただきたいんですが、知事は行政官だったからその辺はよくご存知で、私より詳しいんでしょう。でも私はその要素材とかそういった配布に伴ういろんな経費については、防災今年も来年の要求もかなり多いと思いますし、柔軟に対応していただくよう私の方でもお願いしますので、お金の面でもう不可能だということがあってはならないと思いますので、そういうつもりで私も取り組んでいきたいと思います。よろしくお願いします。率直に委員長にお会いして、所感をお願いします。今日やり取り聞いていただいた通りですが、答えを出せない問題、つまり現行法体系とですね、自治体の避難計画策定に求められていることがコンフリクトというか矛盾をしているという状況が多々あるということはお聞きいただいた通りだと思います。これは私も4年前からもずっと指摘しているんですが、今日ようやく面談がかなってですね、田中委員長にですね、これは認識をしてもらえたというのは一歩前進ということです。
ことかなというふうに受け止めています。スピーディー、先ほどおっしゃったスピーディーの活用について、田中委員長からのお答えについてはどのように説明しますか。行政官だから詳しいんでしょうっていうのも、個人でやってるわけじゃありませんので、ぜひ規制委員会の事務当局からもですね、田中委員長にレクチャーを、規制庁のですね、事務当局からレクチャーをしていただいて、行政的に持つ指針の意味っていうものを、もともと行政やられていた方じゃありませんので、レクをしていただけるといいんじゃないかなと。田中委員長の姿勢からは、原発を動かすということの危機感で、万が一事故が起きたという時の危機感というのは感じ取られましたでしょうか。規制委員会のやっぱりミッション何なのかと、制度設計をした際にですね、規制委員会が果たすべき役割は、国民のやはり生命、安全を守ること、それがですね、住民目線っていうところのお話っていうのが、必ずしも伝わってこなかったなっていう印象です。霞ヶ関で大臣のもとにある事務局っていうのは、やっぱり各省と協議します。各省協議をする中でですね、次官会議大臣へってこう上げていく、閣議へって上げていくわけですけど、規制委員会は政府から独立しているわけですので、本来必要なことを、独自の立場で言えるということでないと、保安院時代と実質変わらないっていう懸念もあるんだと思うんですが、ぜひともですね、住民の生命健康安全を守るっていう観点で、やっていただきたいと、そういう意味で、なかなか感じ取れなかったっていう部分があったということです。